よし。マイクラのスネオです。あ、どれ？赤いのはいいかな。マイクラのスネオ結構ネジからそれだよね。そうだね、マイクラのスネオ。ソーセージも一本ねえのか。スネオちゃん、
潰れた。うどんどうだった？カモのうどん。美味しかったよ。美味しかったですか？はい。どっちも食べていい？お父さんが打ってきたマガモっていうやつなんだけど、頭が青いやつ。あれ帰ってよ。あ、足からちゃんと出て帰ってんだ。布団はちっちゃくならないけど、やっぱ布団はあったかいよ。おっ足が焼けちまう。怒ってた。今度怒ってないのに。ヒルーンヒルーンつって、足がジューって。ジューってな。そうだね。一瞬だったから。で、これ今。薪がボーボー勢いよく燃えてるからさ、この上あっちいいぜ、たぶん塩コショウ味でいいかな、カモ塩コショウだ、やった大好き大好き、うん、じゃあ塩コショウで焼いてください、うん、明日もまた積もるのかな、うん、積もって、積もってくれればいい、積もって喜ぶのは子供と漁師だけだ、うん、お父さんも嬉しいよ、うん、いやだって熊の足跡とかが分かるようになるじゃない、うん、そうすれば熊さん撃てるかもしれない、私はね、うん、雪で遊べるし、うん、あと外はすごく好き、うん、でたーん焼けた、食べる？はい。今日でしたら、熱々だよ。熱い。やっぱ、カモはさ、美味しいよね。うん、世間一般に言うさ、うん、おいしい、うん、おいしい、世間一般に言うカモっていうのはアイガモのことだから、これマガモっていうのは本物のカモだよ、うまい、これはね、自分で取らないと食べれないから、そうね、スーパーとかも売ってない、おいしい、漁師だけの味、そう、やっぱり漁師はいいよ、漁師は最高だよ、新たな味じゃねえけど、でも毛むしってくれたやつだよ、これ毛じゃん、羽か、羽むしってくれたやつだよ、うめえな